ババールの子供たち作ジャンドビュルノフ、うん、ある朝ババールはコルネリウスに行った 喜びも悲しみも分け合ってきた僕の親友のコルネリウスよ今日は嬉しい知らせがあるんだキサキのセレストにまもなく子供が生まれる僕も今聞いたばかりなんだがここにある新しい帽子を君にあげようそれからその巻物も持って行ってくれ僕の書いたフレ書きだセレストビルの人たちみんなの前で読み上げてもらいたい コルネリウスはババールにお祝いとお礼を言った。それから礼服を着てお城の門の前に立ち、お触れの太鼓を打ち鳴らさせた。それから預かってきた巻物をゆっくりと広げると、メガネをかけ直し、大声でお触れ書きを読み上げた。象たちが続々集まってきて、うやうやしく聞き入った。親愛なる国民の皆さん、 もしも大砲の音がしたとしても驚かないでください。戦争ではなくておめでたなお知らせです。まもなくキサキのセレストに子供が生まれるのです。そしたらすぐに一発祝砲を打ち上げますから皆さんにも一緒に祝っていただきたいのです。セレストが母になる日を心から待ち望みつつ。ババールこれがコルネリウスの読み上げたババールのお触れ書きの全文。 それからババールは本を読んでみた机に向かったりもしたけれど何をしても上の空生まれてくる子供のことで頭がいっぱいだ丈夫な可愛い子だといいけどな待ち遠しいことがあると時の経つのがなんて遅いんだろう桧 <laughs> らしに散歩にでも行ってい,いらっしゃいセレストに言われてババールは自転車で出かけた しばらく行くと気持ちのいい場所があった。ババールは草に腰を下ろした。あちらにセレストビルの町とセントジョンの砦が見える。あそこで宿法を打つんだな。ババールは独り言を言った。その時だ。ドドーン宿王が響き渡った。いやせっかくの時にうちにいないで残念なことをしたな。ババールは自転車に飛び乗るとフルスピードで家へ帰った。<laughs> 砦の上では王様・お抱えの砲兵隊の最高司令官がわざわざ立ち会って電話の命令の届くたびに趣向を打ち上げたまず最初の一発続いて第二発それから第三発散歩道には象たちが集まってきて一体何事だろうとガヤガヤ言い始めた。<laughs> 王様のお触れでは確か思考は一発のはずなのに三発も撃つなんてどうしたことだ。コルネリウスにだってわけがわからなかった。ババールははあ、はあ息を切らせてやっとのことでお城に帰り着いた。ババールにも三発確かに聞こえたのだ。階段を四段飛びに駆け上がって部屋に飛び込みセレストを抱きしめるとセレストはにっこり <coughs>。嬉しそうに笑いながら三人のちっちゃな象の赤ちゃんを見せてくれた。 なるほど。これで分かった。大砲一発で赤ちゃん一人分だ。それにしても一度きに三人生まれるなんて。おばあさんだって一度にみんな抱っこするわけにもいかない。アルチュールとゼフィールは早く赤ちゃんに会いたくて、ババールに頼んで、<laughs> やっと部屋に入れてもらった。恐る恐るゆりかごを覗き込んで、二人はびっくり。わあ、なんてちっちゃいの。ゼフィールが思わず言えば。 わあなんてかわいいのアルチュールも目を見張るばかり。うん、ゆりかごだってセレストは一つしか用意してなかった。そこでウバが大急ぎで洗濯かごとタオルをかさとで,タオルとかさとで2つ目の作った。立派ではない,ないけれど、これなら安全で暖かだ。 三つ子の赤ちゃんたちは乳母車の中ですやすや今日は友達が手に手にプレゼントを持ってババールとセレストにおめでとうを言いに集まってきた、うん、<laughs> プチフールと奥さんは自分の畑で採れた果物ン取りは卵庭作りは花コックさんは大きなケーキそれからコ,コルネリウスは銀のガラガラを さて、ババールとセレストは三人の子供たちに名前を付けなくてはならなかった。生まれる前にも二人で散々考えたものだ。フォームかパットか、ジュールか、ジャックか、ジャンか、アレクサンドルか、エミールではどうかしら。アレクサンドルもなかなかいいけれど、女の子だったらどうするジュリエットとか、ビルジニーとか。さあ、いよいよ決めなくてはね、とセレスト。女の子はフローラでいいと思うけれど。 賛成だそれでは男の子たちは、ポムとアレクサンドルではどうだろう。二人は、二三度を繰り返して行ってみた。ポム、アレクサンドル、フローラ。よし、これで決まった。ババールとセレストは、にっこりうなずいた。1週間に一度ずつ、カプロスセ博士が赤ちゃんたちの体重を丁寧に測った。<laughs> ある日のこと、博士はセレストに行った。お妃様、 このままでは育ちが遅すぎます。お乳のほかに、毎日牛乳を6本ずつ飲ませなくては、そして。1本に蜂蜜を大さじ1杯ずつ混ぜてやってください。赤ちゃんたちは哺乳瓶にもすぐ慣れた。アルチュールとゼフィールはお乳の時間が楽しみだった。一番重くて大きいのはポムで、瓶が空っぽになると決まって大声で泣いた。セレストの大ティいル子。フローラはオリコさん。 コルネリウスにもらった銀のガラガラで一人遊び鼻の先で振るとチリリンチリリンとても可愛らしい音を立てる時々口にくわえればおしゃぶりにもなるああ面白いなどうしたはずみかフローラは急にガラガラをごっくん飲んでしまったかわいそうにフローラは息が詰まりそう真っ赤になって鼻をふるわせているセレストが飛んできて逆さにして振ってみた ガガラガラはやっぱり喉に疲れたままだでもよかったゼフィールが手を突っ込んでうまく取り出してくれたああ助かったフローラは怖かったのか散んざん泣いて母さんにあやしてもらった、うん、日当たりの良い大きな明るい部屋で子供たちはいろんなことをして遊ぶようになったババールもたびたび仲間入りする今日はポムを鼻にのせて げげたり下げたりり下しててやっている。お花のシーソーの名前もできたコルネリウスの牙はアレクサンドルのブランコにアルチュールがゆっくり漕いでやっている歩き出すのは男の子の方が早かったけれどフローラもたちまち追いついたフローラはタッチも一人で上手にできる着替えが済むと三人は乳母車に乗って外へ散歩に連れて行ってもらう まだ小さくてあんまり歩けないからだ。ある日アルチュールは乳母に頼まれた。思ったより寒いので風邪をひかせないように赤ちゃんたちのセーターを取ってきますわ。ちょっとの間、おもりをお願いします。お城はすぐそこですしね。よし、引き受けた。アルチュールは得意になって乳母車を押したり引いたり。10メートル進んでは10メートル戻り、石ころにもつまずかないように気をつけていた。 そこへ急に兵隊さんの足跡アルチュールは見とれてうっとり手を離してしまった <laughs> うっかり手を離してしまった道は緩やかな下り坂で乳母車は一人でに動き出したポムとフローラとアレクサンドルは喜んではしゃいでいるけれどアルチュールはゾッとして後を追った坂はだんだん急になっていく 乳母車はだんだん早くなって子供たちも怖がり始めた。アルチュールは死に物狂いで追いかける。セーターを持って戻ってきた。乳母も追いかけながら心臓が腫れつそう。もう少し行くと道は曲がり角になって、その下は深い谷になっている。それより手前で何としてでも乳母車を引き止めなくては。崖から真っ逆さまに落っこちて。さあ一大事。そこへ通りかかったのはカメ丸マルタ。これは大変だと。 とっさにピンと来て、精一杯早足で近づいていった。マルタは前の車輪に体当たりして、ギリギリのところで乳母車を引き止めてくれた。急停車したおかげで、車は激しく揺れて、もう少しでひっくり返りそうになった。ポムとフローラは、傘に引っかかって助かったけれど、アレクサンドルは放り出されてしまった。乳母は、キュッと叫んだ。キャッと叫んだ。ウサギは飛んで逃げた。 馬の悲鳴を聞きつけたのはリスの夫婦。続いて今度は頭の上の左の方で葉っぱがガサガサ。枝がボキボキ。大変な騒がしさ。二人は思わず上を見上げてびっくり行で、ね。これはこれは象の坊やの頭がひょっこり覗いている。ママ、アレッチャンド、オッコタン。ママ、アレッチャンド、オッコタン。象の坊やは片言で泣きまみえた。 ゾウの坊や頑張ってすぐ助けてあげるから話しちゃダメよリスの夫婦は叫んだブランコみたいに体を揺すりながら太い枝に手をかけるんだそうそうやって怖がらないで今助けに行くから <laughs> 坊やは言われた通りにやってのけたリスのおじさんは続けてこの尻尾にしっかりつかまるんだよそのお耳をパタパタやればよろめかないで済む気をつけて 僕についておいてて。お僕らの家まで来ればもう安心だからね二、三分してアレクサンドルは無事にリスノスに着いたやれやれアレクサンドルはこれでほっと一息落ちたところが木の上だったしこんなに親切な友達が見つかってなんて運が良かったんだろう出なければ大怪我をするとこだった母さんはさぞ心配しているだろうし早く無事な姿を見せたいな だけど、こっからどうやって降りようか。随分高い木だし、とても滑りやすそうだ。そこへノッポの,っぽのキリンが通りかかった。アレクサンドルが困っているのを見て、キリンは言った。ほら、象の坊や。僕の頭を近づけるからね。角につかまって耳の間にお座り。君の親御さんなら知り合いだから、うちまで送っていってあげよう。アレクサンドルは大喜び。リスたちにお礼を言って、さよならすると、キリンの頭に乗せてもらった。 キリンはゆっくり歩いてくれたけれどやっぱり乳母車の方が乗り心地いいなとアレクサンドルは思ったババールとセレストは乳母のお知らせを聞いて駆けつけたところだったけれど元気な坊やを見てどんなに喜んだろうアルチュールだって嬉しくてたまらなかったそれからいくつか経ってババールはピクニックに行くことにした空はきれいに晴れてみんなは浮かれ気分 コル,ネリスコルネリウスも汗を吹き吹き仲間入り。歩き疲れてお腹はペコペコ。草の上で楽しくお弁当を食べた。その後、セレストはブラブラ散歩。ババールは近くの川で魚釣り。コルネリウスは木陰でぐっすり昼寝。アレクサンドルはコルネリウスの帽子に潜って、ちょこちょこ辺りを歩き回ってる。いやあ、面白い母さんだ、とポム。 面白いカメさんだ、とポム。みんなで遊びながら、川岸まで来ると、アレクサンドルはまたもやいたずらを思いついた。帽子を川に浮かべてプカプカ。ほら、素敵なボートだ。帽子の船は流れに乗って、だんだん深い方へ出ていく。アレクサンドルは面白がっているけれど、ポムとフローラはなんとなく心配になってきた。 どうすれば帽子の船を引っ張り戻せるかしら。フローラは泣きながら母さんを探した。母さんもみんながどこにいるか探しているところだった。ポムは土手を走りながらアレクサンドル戻ってこい。アヒルさんお願い。弟を連れ戻してよ。でもアヒルは行ってしまった。急にポムが大声でわめき始めた。ワニだ。ほら、ワニが来た。アレクサンドルは振り向いて叫んだ。 キャ父さん。父さんはのんびり釣りの最中だった。子供たちが遊んでいるとばかり思っていたのだ。でもこの声にぎょっとして立ち上がった。悪者のワニを見た途端、ババールは吠え始めた。鉄砲もないし、あと3秒でおしまいだ。もうダメか。ぐずぐずしてはいられない。ババールはとっさにボートの怒りをひっつかむと。 悪者の口めがけて、えいやと、放り投げた。ワニはまるで釣り針にかかった魚。尻尾をめちゃめちゃに振り立って,て大暴れ。帽子の船は渦に巻き込まれて転覆。アレクサンドルは川の中へぼちゃん。ババアルは飛び込んで鼻で探った。あ、何か触ったぞ。閉めた。アレクサンドルの耳だ。ババアルは大急ぎで引っ張り上げた。アレクサンドルはこれで命拾い。 ワニはワニで気が狂ったように暴れたけれどついに怒りを振り切ることはできなかったびしょ濡れになって丘に上がると鳥たちが集まってきたババールは言ったお願いだから君たちセレストに知らせて安心させてやってくれそしてすぐ家へ戻って乾いた服と温かい飲み物を用意しておくように頼んでくれそれからアヒル君たち 川底から僕の冠と帽子等を拾ってきてくれないかアレクサンドルは母さんに飛びついてキスした母さんはアレクサンドルにお風呂を使わせこすって温めてベッドに寝かせて分厚い毛布を2枚もかけてやったアルチュールもゼフィールもポムもフローラもみんなまだ胸がドキドキしている冠とコルネリウスの帽子はフラミンゴがど届けてくれた いやあありがとう。帽子は濡れて台無しだけれど、これには思い出がこもっているし、コルネリウスはさぞかし喜ぶだろうよ。みんなはもうぐっすり眠っている。ババールとセレストもまもなく寝るところ、騒ぎも済んで気分もようやく落ち着いてきた。子供を育てるのって大変なものだな。ババールはしみじみと言った。でも苦労するだけのことはある。 あの子たちのいない暮らしなんてとても考えられないよ。